帰ってまいりました。帰ってまいりましたけども、やっぱり GoPro がちょっとおかしいみたい、おかしいみたいっていうか、熱処理がうまくいかないみたいで、もしかしたらまた多分10分15分ぐらいで落ちるかもしれないです。ちょっとここはまたいろいろ調べて、はい、やり直したいなと思います。帰ってきてくれるかな、みんな。帰ってきてくれるかな。なんか、難しいな、やっぱり。もしかして、ごめんなさい。また落ちるかもしれないけど、ごめんなさい。コメント固定しとこうかな。いろいろ探り探りなので、はい、2ヶ月間やります。毎週必ず。土曜日は19時に、金曜日は20時。で、金曜日の方は iPhone でやってるから、まあ、問題ないと思うんですけど、土曜日のこのワイプ、ありがとうございます。そうね。再コメントいただかないと、これ色わかんなくなっちゃいましたね。そうだ。申し訳ない。ありがとうございます。ようこさん、お帰りなさい。ゆきのさん。宝探し難しい。んー、ですよね。探してみてください。ヒントは、宝探しの目的が、ボンドバを見てもらうっていうことが目的なんですよ。一番奥まで見てほしい。大ヒントですよ。おー、ただいま、ありがとう。YouTube から。オレンジっていうのがあったので、オレンジを書きます。で、ちょっと落ちたら、GoPro の方が、こっちね、こっち GoPro なんですけど、GoPro が落ちたら、もう、喋ります。今日は。しょうがない。いろいろ勉強して、ちゃんとね、ちゃんとこのクオリティで配信できるように、頑張りますんで。なんかバッテリーの熱の問題らしいです。GoPro 結構すぐ落ちる、シャットダウンするらしくて。はい。あと、ラベンダーですね。ラベンダー、そうそうそう。野口さんのラベンダーを塗ればいいんですよね。これね、作ってたからね。はい。コメントは全部読みますよ。まあ、はい。もう次、これ GoPro 落ちたら喋りますね。はい。真緑ね。真緑、昨日も真緑だった。真緑好きやな。ずっとやってたら酔いそうになる。あーまあね、そうですよね。360度インドアビュー。うん。休み休みやってください。宝探しヒント言ったらすぐ分かっちゃう。え、そうですかね。そうですかね。ボンドバの、漢字むずい宮添さん。なんて読むんですか。ボンドバの、ふな、これで、ね、パソコンここに置いてコメント読んでるんですけど、ちょっとね、遠くてね、字もね、見えにくい。それだけでアート。まあ、なんかすごい褒めてくださってるんだと思います。ありがとうございます。宝探しのクーポンは一人一回のみですか？そうです。一人一回のみです。なんか、好評いただければ、もっとたくさん再撮影して隠してもいいかなとは思ってるんですけどね。皆さん、富永ボンド店オンラインの特設ウェブサイト見てください。こちらです。はい。いろんなね、こういう企画をやってますんで。おうち個展もすごいですよ。ウェブ AR。うん。スマホのカメラで、そこ、僕の作品がそこにボンって出る。ちょっと行こうか。頭が切れてる。はい。ぜひお願いします。でこの配信は毎週土曜日の19時にやりますんで、楽しみにしててください。はい。インスタグラムの方は毎週金曜日の8時です。さあ、さっき、色を皆さん好きな色を聞いたんですけど、その色で描いてるんですけど、全部、消えてしまいました。さっきの配信のコメントが。やってしまった。もう次多分 GoPro 落ちたらもう、僕の顔だけ出します。それで8時まで30分そうですよ。もう。わーい。あ、ラベンダーありがとうございます。ラベンダー入れました。GoPro 落ちたらボンドさんトークライブだね。トークライブね。はい。あ、まず展示会の紹介とかをしましょうかね。この、なんだ、こうやって。こうやってして。こうやってしたらいいのか。ね。俯瞰そう、俯瞰。ごめんなさい。やばい。頭悪いのがバレてしまう。
富永ボンドのトークショー開催のね、トークショー、はい、頑張って喋ります。ラジオも結構もう一人喋りで15分30分喋れるようになったので、まあ原稿は今日はありませんけど、じゃあカメラ目線いただきました。そう、あんまりしないぞカメラ目線。ていうかザクロさんうち来るでしょ開放日。はい、緑ですね。はい、緑ね。カメラ落ちる前にちょっとやりましょう。青に。青に緑。違う。青に緑じゃない。青に黄色ですね。やばい、これもうずーっとやってたいですね、これ。もうカメラ落ちないでくれ、ほんと。頼む。頼むから。真緑。昨日の作品すごく好きでした。あ、これですね。あ、どこ行った？これ。さっきもお見せしましたけど、これも皆さんの好きな色で描きました。色と色をつなぐ黒いところがボンドです。よし。緑、これでいいですか？真緑というか、まあちょっと黄緑っぽいけど、僕ね、これぐらいの緑が好きなんですよ。結局お前の好きな色描いてね。ごめん、ひぐちゃん。あ、これ筆が長い剣、ゴープロに当たる。スマホのカメラ固定する位置よりもゴープロの位置低いんですよ、だいぶ。だから座って描けるようになって。そう。ジャケットかっこいいです。ありがとうございます。いいでしょう。これもゲリラで発売する予定ですよ。秋の新作。北田恵子さん、こんばんは。ありがとうございます。はい。やめ茶色。やめ茶色。あ、これやめ茶色って言うんですか？あ、違うか。やめ茶色は茶色か。違う。お茶の色やから、これ。どっち？緑茶でしょ？緑茶ってでももうちょっと薄いイメージですね。はい。なんか続きは来週とかなりそうな気がするな。この感じやと。なんか GoPro って、録画してると落ちないらしいんですよね。で、今録画ボタンを押すと、なんか、ラインがザーって出るんですよ。画面に。うん。その辺ちょっと設定を勉強して確認をします。はい。さあ、次の色をいただいておりません。さっき何色があったかな？何色っておっしゃいましたっけ？緑全般好きな色なんで大丈夫です。はい。じゃあ僕の好きな色もう一個いきます。皆さんよかったら好きな色を教えてください。その色で描きますんで。あ、違うか。やめ茶色をやらないといけないか。やめ茶色ってどういう色？ iPad で調べます。やめ茶色。多分お茶っぽい色なんでしょうね、きっと。やめ、茶、色。やめ茶、茶、色、色、はい。でん。いや、これ色が出るはずなんですよ、ここ。やめ茶色ってなんかこんな色ですか？茶色？ほうじ茶みたいな色ですか？やめ茶色って。やめ茶色のカラーチャートないよ。ないですよ。なかった。多分これは、別に日本は、なんだ、その、日本語の色の名前じゃなくて、やめ茶の色でしょう、きっと。ね、じゃあこれにしましょうか、この。このなんか一番左上に出てるやつ。よし、薄い茶色かな。とオレンジ、あ、オレンジね、入れさせていただきました。これオレンジ。何？ iPad の番号って何？ iPad の番号とかあるの？嘘、どこ？
まずい、それまずいやつ。再び来ました。おかえりなさい。抹茶色ってことなんですか。抹茶色なん。じゃあ抹茶色想像で作ろう。ほらピーピーいた、消えた。このいきなり落ちるのはやめて。あーもう復活しないかな。はい、これしばらく無理なやつ多分。あ、出た GoPro。 GoPro の宣伝みたいな。別にスポンサーでもなんでもないのに。あ、なったけど、これまた落ちそうな気がするよね。はい、帰ってはきましたけど、これを繰り返すのか、ずっと。だってこれもう落ちた瞬間10人ぐらいじゃっていなくなったもんね。いかんね、これは。いいや、やめ茶色を作るぞ。やめ茶色、やめ茶を想像してやめ茶色を作ります。ほら、2個ぐらい作ってみようかな。どんな色になるでしょうか。黒。ボンドまでやりたいっすよね。ボンドまでできれば。だいたいインスタの時は1時間で2枚、多くて3枚ぐらい描くんですけど、ほら、なんかお茶っぽい色じゃないですか、これ。濁りすぎですか。こっちもやってみる。あ、これは全然お茶じゃないですね。これはお茶ではない。けどさっきのほうじ茶っぽい色ではある。うん、こっちにします。やめ茶色。なんかやめ茶色の方。大丈夫ですか。え、何、相性番号って何ですか。相性番号ちょっと教えて、ひぐっちゃん。今度出た、リクエストしたオレンジ入ってます。うん、ありがとうございます。出てますよ。やめ茶色わかんないか、今度やめ茶持っていきますね。ありがとうございます。お茶大好きです。もうお茶漬けが大好きなんで、やめ茶でお茶漬け作りたい。うん、あ、この緑色好きですって。よし、じゃあこの緑色でやります。うん、楽しげな配色になってきましたよ。はい、次の色お願いします。この画面越しだと泥色。そうね、こっちね。うん、じゃあ僕一色入れますね。金を入れます。金、金です。これはホルベインさんの塗料ではないんですけれど、あー、ごめんなさい、音が上がりすぎた。金です。硬い、ちょっと硬いんですこれ。よし、僕は金と赤が好きです。で、赤はあの一番最初に、ね、言っていただいた色なんですけれど、あの音ちょっとうるさいとかあったら言ってください。わあ、こう光って見えないですね、金のとこ。反射して、反射しますね。
対象番号って暗証番号のことですか？ひぐっちゃん、暗証番号ね。それはまずいな。それはまずいよ。じゃあ暗証番号を変えます。別にこの iPad のあのロック解除をする人は多分いないとは思うけど、ありがとう教えてくれて。このちなみに金っていう色も塗料ですね。これも色混ぜられるんですよ。でこの金に少し黒を混ぜたりとか白を混ぜたりとかして濃淡を出して描いた作品とかもあります。高級感確かに出ますね、光ると。うん、高級感。あ、GoPro に金がついてしまった。いかんいかん。よし、さて次は何色にしましょう。皆さん好きな色を教えてください。今日は皆さんの好きな色で絵を描いてます。その色と色を最後にこの黒くしたボンドでつないでいくという風な配信でございます。そうだな、じゃあ白を入れますか。うん、金の存在感すごいっすよね。そうそうそう。あ、乾燥したらね、また変わりますよ。ちょっと今ね、光ってるからちょっと見えにくいんですけど、キラキラしてるんですよ、この金のとこだけ。他の色のとこと比べるとわかると思うんですけど。金もね、いろいろあるんですよ。青っぽい金とか赤っぽい金とかっていうのがあって。はい、銀ゆきのさん、すいません。銀がね、今持ち合わせてないです。一回離席して取りに行かないといけない。これね、後ろグリーンバックなんです。一回だけ変えますね。グリーンバック。そう。あの、出れなくなってるんです。抜けてるから。そうそう。青が好きです。はーい。はじめまして。あ、はじめまして。これツイッターからですね。ありがとうございます。あれ、俺消えてる。あ、出た。GoPro もゴン、はい、うん、いいですね。 GoPro ボンド柄の GoPro のケースとかいいですよね。かっこいい。じゃあ青と、すいません、雪乃さん、銀が難しいのでもう一色青を作ります。この台風が吹っ飛ぶようなスカイブルーに、スカイブルーにちょっと黒を入れたい。濁らせたいです。今回はよく持つな、GoPro。なんでだ。はい、混ぜまーす。このブルー良くないですか？ちょっと濁ってる。群青とまではいい。あんまり蛍光っていうのが好きくなくてですね、あんまり使わないんですよ。いつも落ち着いた色。いいね。ここね、白かなって思う。こんばんは、ありがとうございます。お疲れ様です。ふむふむ、ワイプが消えた。あ、ワイプ戻しました。出たはい、こんばんは、ありがとうございます。じゃあもう白にしますよ。最初のあれが消えたのがちょっと痛かったっすね。15分で。消すべきじゃなかったか。だから GoPro 落ちたら僕だけのこのワイプの方に切り替えて、なんだ、喋る配信をやってたらいいのか。ちょっと待って。よし。こっちか。よっしゃ。このブルーいいですよね。そう、雪乃さん青好きだからね。
ボンドさんこんばんは。いいな、見てたら久しぶりに書きたくなった。デイブさん書きましょうよ。ねえ、なんかお互い大変ですね。本当イベントがなくなっちゃって。ねえ、デイブさんは佐賀の方でバーもされてあるんでね。皆さんよかったら飲みに行ってくださいって言っても飲みにもあんまり行けないか。でもね、Facebook 見てますよ。はい、お互い頑張りましょう。トールちゃん、ヒグちゃん、フィンガーズは来週の金曜日に。うん、そうね、ごめん。今日はちょっとね、難しいな。いろいろトラブルもあるし。お、なんか、すごいいい感じの、明るい、楽しい感じの絵になってきましたよ。はい。あとね、3色ぐらい行きたいんですけど、どうでしょうか。ザクロさん、何かお色ありますか？言うて。はい、よかったら。僕だったらここから茶色を入れます。やっぱり結構タイムラグがあるんですかね。どれくらい遅れてるんやろ今。すいません、コメントが遅くなってる皆さんは。あ、でもそれ分もないな、多分ラグが。ザクロさん YouTube で見てあるんでしょう。 YouTube、 ひぐっちゃんも YouTube でも Facebook がやっぱしだいぶ多い感じですね。モスグリーン OK です。じゃあ次モスグリーンやります。モスグリーン、もう iPad を解除するときの番号が見えちゃったってことなんですね、さっき。モスグリーン、モスグリーン。あー、もうなんか抹茶色に似てます。なんかモスグリーン結構いろいろありますよ。どんな感じです、こっち。画面に画面見にくいですね。暗いですね。これに多分ちょっと黒ですね、はい、よし、あと10分、あと10分だとボンドまでやりますよ絶対。あー、ちょっと濃ゆいですかね。どうですか。ちょっと黄色入れます。カーキ的な、うん、わかります。カーキ的な色っすね。本当にバリエーションっていうんですかね。色の混ぜ方一つでいろんな表現や景色が見えてくる感じがします。おしゃれやな。そう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 、そういうことですよ。やっぱり見えるものとか感じるものっていうのは人それぞれね、違っていいと思いますしね。景色が見えるっていいですね。よし。高野さんすいません。めっちゃちっちゃい。めっちゃちっちゃいけど、これがすごい大事なんですよ。実は。じゃあ、このせっかくできた色も入れます。よし、ボンドやりますよ。まあ、こんな感じでやった方がいいですかね、ボンドもね。あ、少し白、ん？少し白を入れてほしい、ヨーコさん。そうですか。なんか僕これ、一箇所って決めてたけど、じゃあ、ちょっとだけ違う白にします。ちょっとだけ。まあ、白にしか見えないと思うんですけど。ちょっと赤い白ですね、これは。いいんじゃないでしょうか。OK。ありがとうございます。はい、じゃあボンでやります。
近づけすぎると見えなくなるんですね、照明が。置いてあった方がいいです。このままでいいですか？なんか置いてあった方がいいような気がするな。ね、たまにちょっと持ち上げてみましょうか。たまに。iPhone だと結構綺麗にね、持ち上げても映るんですけど。ほら、いいとこで落ち上がって GoPro を転がろう。もう入れ直します、もう一回。もう多分あと10分やから、もう一回立ち上がってくれると大丈夫なんやけどな。これはどうするか、マジで。もうごめんなさい皆さん、本当に申し訳ないです。今からっていう時にね、あ、待ってたら来るんすかね、もしかして。これ OK、 戻りましたよ。よし、息止めタイム、息止めタイムで落ちるとはね、まさか。でもこの落ちたやつとかももう全部残るんですよ、 YouTube の方には。そのままアップされてしまうんで。それ全体が見えるから、うん、置いてやった方がいいですね。ほんといいとこで落ちるけんさ、 GoPro さ、 GoPro にも怒るとき巻き舌、すいません。もうマジで怒りました。もう4回目なんで、 GoPro の悪夢、うん、勉強します、いろいろ。コメントは全部読みますよ。はい、どんどんコメントください。あと僕のワイプもうちょっと引きがいいですよね。これぐらいがいいんだな、本当は。カメラがね、近いんですよ、すっげー。この辺で描いたらいいってことか。調整しよう、いろいろ。まだあと2ヶ月ね、ありますんで。ここ、すっごい。遅いな。こちらは初めて拝見してます。ありがとうございます。インスタグラムは見ていただけてるってことですかね、柳さん。はい、いつもありがとうございます、Facebook で。質はもう断然こっちの方が綺麗ですね、まあ、iPhone 11 Pro もだいぶ綺麗ですけどね、綺麗だと思う。周りがちょっとさ、ほら暗いからさね、絵がはっきり見えるでしょ。もうすぐできます。ボンドの線もメリハリがすごい大事、昨日も言いましたけどね、太いところと細いところがある、メリハリをね意識してやってます。
どうでしょうか。いいですよね。自分で言うのもなんですけど、皆さんのね、皆さんに言っていただいた色で描きましたけども。ちょっとね、もうちょっと。あと何分？あと2分でしょ。はい。あ、別にこっちはインスタみたいに1時間で切れたりしないんですよね。しないんですけど、一応決めてやりましょう。ということで1時間。だけど、GoPro が今日はちょっと調子が悪い。調子が悪いというか僕が勉強不足。うん、いいじゃないでしょうか。完成です。ありがとうございます。すごいね、やっぱこれ、綺麗やな、映像。落ちんかったら最高なんやけどな。ね。画面の明るさとかもちょうどいいでしょ。はい、ありがとうございました。すごい。あ、コメントめっちゃ来てる。ごめん、読めますよ。どっからだ。ボンドを細く落とすの難しい。そうなんですよ。でもザクロさん、この間すごい綺麗にできてらっしゃったんで、あれ飾ってますか、作品、ね。今日の絵もいいな。ありがとうございます。昨日の絵はこっちです。こっち今描いた。こっちに出したらいいってこと。こっちにも出せるんか。すごい。いろいろできるぞこれは。いやー嬉しいですね。めっちゃいい。いいめっちゃいいですね。ありがとうございます。戸田さんありがとうございました。昨日はお誕生日おめでとうございました。また飲み来てくださいね。見えてしまいます。ありがとうございます。もうねボンドをするやっぱ。黒でアウトラインを取るっていうのがすごい強烈なんですよ、ビジュアル的に。うん。いい感じですよね。ありがとうございます。インスタより画質は綺麗。あ、やっぱりですか。でも iPhone も相当いいと思いますけどね。でも横っていうのはいいですよね。横でしかもワイプ出てるっていう。これな、楽しいな、やっぱり。いや、嬉しいです、ほんと。今日は赤とスカイブルーは効いてます。効いてますね。この2色はね。効いてる。確かに。金です。ここ金。金。出来上がり、いいね。ありがとうございます。ゆきのさん、最後までありがとうございました。配信テストの時から見てくださってましたからね。でもみんなにあの時に、画質悪い、色がおかしいとかって言ってもらってなかったら、ここまでなってないです。本当に。いいボンドが入ると本当雰囲気変わります。はい、もうおかげさまですね。小西株式会社さん、今年150周年です。おめでとうございます。おう、おう、ありがとうございます。おう、すごく綺麗な映像。ねえ、ありがとうございます。これで続けていきたいと思ってます。似た配色だと分かりにくいけど、つなげたら色が浮き出てきますね。綺麗ですね。そう、色が浮き出る。つなぐって言ってるんですけど、つなぐと同時にも完全に分けるっていうことでもあるんですね。黒っていうのは。そう。だから、なんだろう。混ぜるじゃないんですよ。つなぐんですね。一つ一つの個性をそのままの形で残しつつつなぐ。まあ、一個一個の形を決めていくっていう作業ですね。これ多分、インスタでは何回か言いました。そういえば。あ、ん？過去笑い。あ、ゆきのさん、ありがとうございます。こちらではボンドさんも見られるとついてて、はい。顔が出てます。ありがとうございます。ワイプで。これをやってみたかったんですよ。あ、宮崎さん、ありがとうございます。お邪魔します。応援してます。ありがとうございます。DM 送ったんですよ。実は、展示会の。でも、ちょっと帰ってきてしまったので、もしよかったら後で、メールで、新しい住所送ってください。DM 送ってます。こんばんは、ありがとうございます。やっぱこの時間になってくると多いですね。8時台、9時台も結構多いんですけどね。やっぱり、土曜日は7時で。あ、平日だったら、金曜とかだったらまだ7時ってね、みんな仕事をしてるので。
8時にしてますけど。テストは楽しかった。よ、各アプリの違いが勉強できた。そうですね。全部見てくださいましたもんね。ちなみに今日この配信でツイッチから来てる人は一人もいないです。ツイッチはでも結構面白いです。あれやったら。だからなんか多分僕の設定の仕方がおかしくて、配信、なんかいろんな人に見られるようなことになってないのかな、今。ツイッチっていうアプリ、もしやってる方いらっしゃれば、フォローしてください。そのままの形で。あのね、はい。すいません。噛むんですよ。申し訳ないです、ほんと。それは。あの、ラジオでも噛みますんで、いつも。ザクロさん、さすがっすね。もう、秀逸です。ツッコミが。いつも。ボンヌの入れ方でいい。私したら難しい。ああ、さすがボンドさんだなって、ユージさん言ってました。ありがとうございます。結構ね、ご自宅でもボンドアートを挑戦されてるんですよね。ようこさん、ドノキさん。もう僕の作品のコレクターさんです。はい。今日の作品もいいでしょう。まあ、このライブ配信で描いた作品は、後日、ちゃんと写真撮影をして、また噛んだ。写真撮影をして、ね、ボンドストア、通販サイトの方に、アップしますんで。見てください。つなぐでしたね。そう、つなぐなんです。近々ボンドバイ飲み行きたいです。ぜひお待ちしております。毎週金曜日の8時から翌朝3時か4時ぐらいまでバー営業してます。飲み来てください。明日と明後日は人の輪を大切にして、早めの避難準備をしましょう。うん、そうですね。今ね、あの、池田あさってが来て、やってきて、看板とか外にあるもの全部中に入れてくれました。ごめんって、あの、配信前やからごめんって。皆さん本当にお気をつけくださいね。はい。どうも、作品来ました。昨日の、でもこっちで映してもしょうがないか。こうか。こうね。はい。ということで、こんな感じで配信していきたいと思っておりますので、皆様、また、よかったら見てコメントをしてください。配信では、あの、皆さんの好きな色で描くっていうのはずっとね、やっていこうと思っておりますので。それから、富永ボンド展オンライン開催中でございます。9月の1日から10月31日土曜日まで。期間中は全国全商品送料無料になってます。マスクまだあります。もうちょっとだけ、マスクもご注文お待ちしてますよ。それから、この新グッズですね。新グッズは9月の1日にクリアファイルと釜口のバッグを発売しました。9月8日、来週の火曜日。これちょっとピント合ってなくない？こっちの方がいい？ダメ、違う、見えない。9月8日は、このシルエットのやつですね。このシルエットのやつ。発売しますんで。さあ、なんでしょう。昨日のインスタのライブではね、お見せしましたけどね。かなりいいものが出来上がっておりますので、また SNS、はい、更新します。さてもうちょっと読みますか。近々ボンドバイ、あ、違うますますボンドバイ来たくなる、来てください。ふみやくお待ちしてますよ。開放日ね、今月ぜひお願いします。9月の27かな。宝探し見つからん。ヒントは、最後、奥の方まで見ていただきたい。っていうことです。大ヒントやと思うけどな。多分ね、おかしい箇所が一箇所だけあるんですよ。なんか、左、あの、ストリート、インドアビューを見て、こう画面があって、この辺に、左上の辺に、なんか、スポットがピピピピピって赤で表示されてるとこがあるんですよね。そこが一箇所だけなんかちょっとおかしいとこがあるらしい。言い過ぎかな。ザクロさんに怒られそう。でも三箇所目で見つけたって言ってたんで、そんなに難しくはないですよ。あの、近寄ってみたりとかもしなくていいと思います。どこかのスポットのどこかのアングルですよ。大ヒントです。はい。ということで、ライブペイント配信第1回目。同時配信が第1回目ですね。GoPro なんか落ちなくなりましたよね。これどういうことなんだろうか。いろいろ勉強してますので、また
皆さんライブ配信見てください。来週も土曜日ですね。土曜日の19時から配信をさせていただきます。ウォーリーを探せみたいな難しさ、ウォーリーを探すよりは全然簡単ですよ。はい、ということで皆さん、 Facebook、Twitter、YouTube ライブ、Twitch ご覧の皆さん、どうもありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。ありがとうございます。台風気をつけてくださいね。ありがとうございます。落ちた、ほら。ナイスタイミング。ありがとうございます。